京都競馬、11レース、平安ステークス、1900です。能力偏差値ですが、A ランク2等、B ランク1等、C ランク2頭のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠15番、バンヤールです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは A ランクとなります。金5層では、前層、2層前。 四層前、五層前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は千九百メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前はピンク色の着順が二着で紫の丸が千八百、千八百が適距離ですが、四層前の紫の丸。 2100への距離延長ではまずまずの指数をマークしています1900も守備範囲です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が3頭います先行タイプが6頭いますこの一角侵入予想図の状況からはハイペースが予測できます 先行勢の総崩れのリスクを考慮した方がいいです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます。指数がピークとなっているところを見ていくと、一層前は6番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は7。6で5位です。上がり指数は6。2で2位です。まずまずの上がり指数で。 ちょい差しを見せられそうです展開面は若干のプラス評価をしていいですババ状態を見ていきますババ状態はグレーの丸で表されますババが渋ると指数を上げています明日もババが渋ればプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています6枠11番萩野アレグリアスです能力偏差値は2位で偏差値ランクは A ランクとなります 金五層では二層前、三層前、四層前に黄色線を上回っています。能力的にはトップグループの一角で連帯確率は高いです。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、二層前は紫の丸が1800、四層前は紫の丸が1800、1800が適距離ですが、一層前の紫の丸2000への距離延長では。 指数を下げていいます1900は若干長い可能性が高いいですす展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は6番手からの競馬です4走前は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は78で4位です上がり指数は68でトップですまずまずの上がり指数で ちょいいい差ししを見せられそうでですす面は若干のプラス評価していいです馬体重は黒色の折れ線。馬体重の黒線と指数の青線が正比例しています。明日も馬体が増えていればプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。5枠10番体制ドレフォンです。能力偏差値は3位で。 偏差値ランクは B ランクとなります。金五層では前層、四層前に黄色線を上回っています。能力的には二番手グループの一角で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1800。昨年の6月は紫の丸が1800、1800が適距離ですが三層前の紫の丸 2000への距離延長では指数を下げています1900は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一走前は5番手からの競馬です昨年の6月は4番手からの競馬です好位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は72で6位です上がり指数は59で6位です 平凡な先行力で好位につけられないリスクも若干あります。ハイペースは大きなリスクになりそうで、展開面は若干のマイナス評価した方がいいです。馬場状態を見ていきます。馬場が渋ると指数を落としています。明日も馬場が渋ればマイナス評価した方がいいです。馬体重を見ていきます。馬体重の黒線と指数の青線が反比例しています。明日も馬体が絞られていれば プラス評価していいです上適性を見ていきます指数の上の漢字が開催場を表しますここが数字だと当地京都での出走です京都では他の開催場と比べて高指数をマークしています上適性はプラス評価していいです次の馬を解説していきます暫定白三角を打っています7枠13番カフジオクタゴンです能力偏差値は4位で 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、前層に黄色線を上回っています。能力的には、2番手グループの一角で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前は、紫の丸が1800、1800が適距離ですが、4層前の紫の丸、2 0 0 0では、まずまずの指数をマークしています。 1900も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は4番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は65で9位です上がり指数は54で12位です先行力は評価できません後位につけられないリスクがありますハイペースは大きなリスクになりそうで展開面は マイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定罰を打っています4枠8番ロードバレンチです能力偏差値は5位で偏差値ランクは c ランクとなります金5層では2層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は 紫の丸が1800。1800が適距離ですが、過去1年、1800以上の出走履歴がありません。1900への距離延長適正は不明でリスクです。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は花を切っての競馬です。花を切って逃げが必須のタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は91で2位です。 上がり指数は46で15位ですまずまずの先行力で逃げられそうですハイペースは大きなリスクになりそうで展開面のリスクは少ないですが大きくは評価できないです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った15番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定丸を打った11番の対戦成績は15番に対し2勝0敗 10番に対し1勝0敗と勝ち越しています。11番の対戦成績は高評価できます。暫定黒三角を打った10番の対戦成績は11番に対し0勝1敗13番に対し0勝1敗と負け越しています。10番の対戦成績にはリスクがあります。暫定白三角を打った13番の対戦成績は15番に対し0勝1敗8番に対し 0勝一敗と負け越しています13番の対戦成績にはリスクがあります暫定罰を打った8番の対戦成績は13番に対し1勝0敗と勝ち越しています8番の対戦成績は高評価できます以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命二0丸を打ったのは15番バンヤールです能力偏差値はトップの A ランクです 展開とレース間隔を高評価しました。対抗丸を打ったのは、11番、萩野アレグリアスです。能力偏差値は、2位の A ランクです。距離にリスクはありますが、展開とレース間隔と、対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは、10番、耐性ドレフォンです。能力偏差値は、3位の B ランクです。距離と展開と、 対戦成績にリスクはありますが上適性を高評価しました白三角を打ったのは8番ロードバレンチです能力偏差値は5位の C ランクです距離にリスクはありますがレース感覚と対戦成績を高評価しました×バツを打ったのは13番カフジオクタゴンです能力偏差値は4位の C ランクです展開と 対戦成績にリスクはありますがレース感覚を高評価しました。以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります是非指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです